P50 は、ピールエンジニアリングカンパニーによって製造されていた、ミワマエクロカーである。1962年から1965年にかけて生産されていた。世界最小の量産自動車として、2010年にギネスブックに認定されている。1955年、それまでフェアリングの製造などを行っていた、ピールエンジニアリングカンパニーは、マンクスカーを発表し、 マイクロカー製造への参入を発表した。マンクスカーは税制の改正などの諸事情により市販されずに終わったが、その製造ノウハウを活かし新たなマイクロカーを計画した。1962年、ピール発の量産者である P50 を発表、デリバリーを開始した。P50 は当時の価格で199ポンドという非常に低廉な価格で提供された。 製造拠点は、万島に置かれた。P50 は、指揮カーとして設計された。コンセプトは、大人一人にショッピングバッグ一つで、居住空間は必要最低限であり、ドライバー一人が乗り込むと買い物袋程度の、積載が行える程度であった。ボディは、グラスファイバー製で、ドアは、後ろヒンジのものが左側に一枚のみ備わる。はフロントに一つのヘッドランプと、 リアに2つのテールランプ、ブレーキランプを備え、ターンシグナルランプはフロントにのみ装着された。そのため交差点を曲がる際には、後続車へは、手信号で合図する必要があった。ワイパーは1本のみ、フロントウィンドシールドの上部に装備された。カラーバリエーションは、デートなホワイト、ドラゴンレッドとダークブルーが設定されていた。エンジンは、DKW 製のモペット用を利用。 排気量 49cc の2ストロークエンジンから4.2馬力を発揮する。最高速度は時速 61km を誇り、高渉燃費は 2.8L100km であった。P50 はリバースギアを備えていなかった。しかし車重が 60kg 弱と非常に軽量なため、必要に応じて背面のバンパー位置に備わったハンドルを持ち、キャスターバッグのように牽引して、 方向転換を行うことが可能であった。1963年には、プロモーションのためブラックプールにある、ブラックプールタワーの上層階に運ばれ、観測バルコニーの周りを走行しそのボディの小柄さと、小回りの良さをアピールした。P50 は1965年まで製造された。総生産台数は3年で47台と、振るわなかった。その後2010年には、 ピールエンジニアリングリミテッドより、レプリカバージョンの復刻生産が開始された。なお、このピールエンジニアリングリミテッドは、かつてのピールエンジニアリングと直接的な関連はない。復刻版の外見は、非常にオリジナルに似ているが、サスペンション、ステアリング、ドライブドレイン等、主要なメカニズムに大きな違いがある。2010年よりデリバリーされた P50 は、電気モーターで駆動する。 電気自動車であった。モーターは最高速度時速 16km の速度でしか走れなかったため、行動での使用はできなかった。しかし EV である利点としてバックギアを備えていた。2011年には行動走行可能な新たなバージョンの EV と3馬力の4ストロークエンジンを備えたガソリンバージョンのデリバリーが開始された。 両モデルともにバックギアが標準装備された。生産はかつてのマンシマではなくサットニーガッシュフィールドで行われている。ありがとうございます。